動くために必要な血圧は80ですよ。じゃあ80を切ってしまうとどうするかっていうとですね、あ、なんかちょっときついなって、今日だるいなってなるわけですよ。ちょっと横になりたい、はい、それはですね、血圧が80を切ってるからです。はい、きついから横になりたいってなるわけですね。で、これどういうことかっていうとですね、筋肉っていうのはですね、まあまあね、臓器に比べたら臓器の方が大切だよって言ってるわけですよ、筋肉の方が。だからもう筋肉に血液いらないからって言って、筋肉がですね、ギュッとですね、血圧が低くなると筋肉はですね、血液を拒絶します。それよりも臓器、内臓系ですね、内臓と頭と心臓を守ろうよっていうわけですね。はい、でもそうなるとこうね、ギュッとしますので血液が維持されるわけですよ。でもそれでも血圧が下がってきた、それでも血圧が下がるとどうなるかっていうと、はい、60よりも血圧が下がると臓器が今度は血液を拒絶します、いらんと。それよりも大切な頭と心臓を守ってくれというふうに言うわけですね。実はこれホメオスタシスなんですよ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。モニター心電図が読めるようになるためのセミナーが書籍動画教材になりました。臨床で問題がないレベルで静脈が読めるようになります。内容としましては、動不全症候群、房室ブロック、心房細動、心房粗動、心室性気外収縮、非持続性心室頻拍、R1T、 心室頻拍、心室細動です。この8種類の静脈で臨床で問題がないレベルでモニター心電図が読めるようになります。お申し込みで120分のセミナー動画と何回もコピー可能な問題集 PDF、 スライド資料 PDF がすぐにお受け取りいただけます。こちらの動画は縦画面ですが、教材は横画面となっており、セミナー映像が大きくなりとても見やすくなります。おすすめは動画教材になっており、書籍より5000円オフの最安値でご受講いただけます。動画教材の詳細は説明欄をお読みください。